フェレロはイタリアの食品会社。チョコレートを中心とする菓子類、ヌテラなどのファットスプレッド、清涼飲料などを手掛け、世界各国で事業を展開する多国籍企業である。1946年、イタリア北部ピエモンテ州のアルバで創業した。販売場の本社機能は、鳥の近郊の P の鳥ネーゼに移転したが、生産の拠点並びに陶器場の本社はアルバにある。 所有関係の上では、ルクセンブルクに本社を置く、フェレロインターナショナルの100%個会社となっている。1946年、菓子職人、ピエトル・フェレロは、ヘーゼルナッツとココアパウダーを混ぜたパン用のクリームを作り、パスタ・ギアンズジャとして売り出した。それからしてフェレロはそのクリームの製造、販売を行うための新しい会社を設立した。 1964年にはチョコレートベースのファットスプレッドとしてヌテラを発売。これと似たような製品は世界中で有名になっている。また、フェレロはキンダーサプライズ、フィエスタフェレロ、キンダーチョコレートバー、キンダーハッピーヒッポ、キンダーマキシ、キンダーデイリース、キンダーブエノといったキンダーシリーズも売り出している。1974年には 紅茶飲料のエステイズを発売。ブランド名はイタリア語で夏を意味するエステートと紅茶を意味する手を合成した造語となっている。現在同社はエステイズブランドで自転車レースのジロでイタリアのメインスポンサーを務めている。2011年フェレロは冷凍食品グランソレイユの製造を開始した。この商品は常温保存が可能だが、振って 一晩冷凍庫で寝かせると、シャーベットとして食べられるもので、その年の3月に、発明の賞を受け取った。ロシェとロンドナ王とココナッツ版である、ガーデンココの3つは、ザ・フェレロプレステージコレクションとして売り出されている。ありがとうございます。